ジョージ・エリオットは、イギリスの作家。本名は、メアリー・アン・エバンズ。ビクトリア朝を代表する作家の一人で、心理的洞察と写実性に優れた作品を、発表した。アダム・ビード、サイラス・マーマー、ミドル・マーチなどの作品で知られており、特に、ミドル・マーチは、後世のバージニア・ウルフによって称賛され、マーティン・エイミスや、ジュリアン・バーンズによって、英語で書かれた。 最高の小説の一つに数えられている。ウォリックシャー、アーバリーの土地差配人のもとに生まれる。母は5歳であった。メソジスト派の雰囲気の中に育ち、1832年にバプテスト派の宗教色の強いコベントリーの学校に入れられるが、翌年に母が死去し、父の世話を見るために退学。以後家庭で古典や外国語を学ぶ。 少女時代のエリオットは経験な福音主義者であり、感受性が鋭く知識欲の旺盛な子供であった。22歳の時父と共に、カベントリー近郊に移る。ここで、主治主義の哲学者であったチャールズ・ブレーを知り、彼らとの交友を通じて、宗教観の動揺を経験する。1846年、ダーフィット・シュトラウスのイエス伝を翻訳観行。 1849年、父の葬式を済ませた数日後に、ブレイ夫妻と共に、ヨーロッパ大陸旅行にて、夫妻と共に、スイスを訪れた後、ジュネーブに一人で滞在する。帰国後の1850年、以前から寄港していた、ウェストミンスターレビューの副主室となり、ロンドンに移り住む。同地で、ハーバート・スペンサーと知り合い、彼の紹介で翌年に、哲学者、 ジョージ・ヘンリー・ルイスを知り彼と恋愛関係になる。ルイスは、妻子のある身であったが、この関係はルイスが死去するまで20年間続いた。1854年、ホイエル・バッハの、キリスト教の本質を、翻訳出版、同時期に事実上のハネムーンとなるドイツ旅行を、ルイスと行う。1857年、ブラックウッズ・マガジンに、ルイスの名を借りた。 男性名、ジョージ・エリオットでの筆明で、最初の小説作品、エーモス・バートンを発表。続編を書き進め、同年に、牧主観物語として出版する。1859年に、初の長編、アダム・ビードを発表。無実の罪を着せられた絶望から、貯蓄だけが、楽しみとなった職工が、孤児の養育を通じて心を洗われていく様を描いた。 代表作、サイラス・マーナー、サボナ・ローラ時代の15世紀イタリアを舞台とした、ロモラ、複数の家庭のドラマを作奏させ、地方都市の生態を描き出した、大作、ミドル・マーチなど、一作ごとに文明を高めていった。1878年に、ルイスが死去。その2年後に、自分より20歳年下の青年実業家、ジョン・ウォルター・クロースと結婚し、 知人たちを騒然とさせたが、結婚からわずか7ヶ月後に、ロンドンで死去した。長編小説短編小説、ロモラ・アダム・ビード・サイラス・マーナー、牧師館物語フロス川の、水車場ミドル・マーチ・ダニエル・デロンダその他、ハット・ロング、カミラ・マーチン・アミ・アンド・ザ・セックス・オー・ザ・タイムズ、24・ジャニワリー。2010、P4、JV。 w e m a y produced the greatest writer in the English, language ever, George Eliot, and arguably the third greatest.Jane Austen, and certainly the greatest novel, Middle March, Good Pea, 諸社インタビューズ Julian Burns, The Art of Fiction No.165.The Paris Review, http://www.separisreview.org, インタビューズ 562 The Art of Fiction No.165 十五、ジュリアンバーンズ、2012年5月26日閲覧。ジョージエリオット Impressions of s i ス f r a サッチチャプタャ、o N L、i s s、e e、a t ー Chapter 17 Shadows of the Coming Race.online-literature.com 2017年8月25日閲覧。ありがとうございます。